大城、お、中日やん。中日、ジュニー。はい、終戦です。メヒアと球審の相性が悪すぎる。もう毎日ヒロトが投げるしかないよね。球審が試合作ってるのくさ。どう考えてもメヒアは一軍のレベルじゃない。今年も大城にカモにされるのか。中日戦だけはアホみたいに打ってるのやばい。他で打てよ。これは2軍で再調整するしかないですよ。今年はメヒア無理やろ。ネオくんと入れ替えて。3回時点で3点取られたら無理よ、オーン。連続飛球出したら失点するのは当たり前。解説も言ってるけど、コントロールが悪いとそれが球審の印象に関わる。それが余計ダメ。弱い、中日は弱い。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。